2022年10月2日より、テレビ東京、アイコン Z ドリームズ・フォー・チルドレン、男性部門、第2章、の放送がスタート。今回は、ギレルメ・マサユケ・トマジ・西村さんについて紹介します。まずは、ギレルメ・マサユケ・トマジ・西村さんのプロフィールをご覧ください。ギレルメ・マサユケ・トマジ・西村さんは、バリスティック・ボーイズの飼い沼流星さんと同じく、お母様がブラジル人です。本名は、ギレルメ・マサユケ・トマジ・西村。生年月日は1997年12月31日の25歳、2023年2月現在、大晦日生まれなんですね。静岡県出身で、現在は神奈川県川崎市の友達のマンションに居候しています。友達とは中学1年生からのお付き合いで、ギレルメさんのオーディション進出を応援している優しい青年です。寝るときはソファーをベッドのようにしてスペースを作っています。そのスペースに香水や PC、鍵盤を持ち込んでいます。香りにこだわりがあるようで、香水や柔軟剤を集めています。身長は173から175センチメートル前後と見られています。アイコン Z に出てきた頃から、あの美形の男の子は誰だ?と視聴者の間で話題になっていました。今まで披露してきたドレド、センター分け、シルバー、どんな髪型も似合っていますよね。エグザイルトライブにいたら一気に人気が出そうな容姿でありながら、性格は謙虚で努力家です。アイコン Z 参加時はダンス未経験で、技術の伸び悩みに苦労していました。ギレルメさんは当時のことを思い出したくないくらい辛かったと振り返っています。ギレルメさんはもともとサッカー選手を目指していたそうですが、金銭的理由で諦めることに。そして社会人となり、トラックドライバーとしてお金を稼ぎ始めます。お母様は息子が夢を諦めたのは自分のせいだと責任を感じていたそうです。そんな中、ブラジル出身のお母様が職場などで苦労している姿を見て、お母様の助けになりたいと思い、音楽でプロを目指します。ある日、言葉がわからず職場で悔しい思いをして泣いて帰ってきたお母様。ギレルメさんはそんな辛い思いをしながらも、日本を恨んだり嫌いにならず、音楽で成功することで母親を助けたいと考えているところに胸を打たれます。自慢の息子になってお母様に恩返ししたいという素敵な夢を持っているんですね。将来的には作詞ができるようになりたいと、日頃から思いついたフレーズをメモしています。ギレルメ・マサユケ・キエ・カケの眉毛消えたけどまだ、ね。など、韻を踏んだ、ユーモラスなフレーズも書けるようです。アイコン Z では力強いラップが印象的ですね。普段は落ち着いていて、クールな印象を受けますが、マイクを持った途端激しく噛みつくようなラップを繰り出します。ギレルメさんは、第1章で、個々の総合力が高いメンバーが揃う、G ファクションと歌で見せる、クルーナーズに所属。G ファクションはボーカルラップ中間チェックで1位を獲得しましたが、振り付けダンス中間チェックでは3位に。チームとしてのまとまりやカラーを生み出すことが課題となっていました。佐藤重虎以外の全員が他グループとの重複メンバーのため、コミュニケーションが足りない状況が続いていました。危機感が高まる中、行動を起こしたのはグループ内唯一のダンス初心者で最年長のギレルメさんでした。週末合宿以外の平日にも、都内近郊に住む佐藤重虎と中村葵を誘い自主練習に励みました。さらにチーム内でのミーティングも行われ、そのきっかけになったのはギレルメさんがメンバーに送った1本のラインでした。70行にもわたる長文で、いらないプライドは自分の成長スピード結構止める、まず人間力と信頼関係、自分含めてもっと意識を変えないといけないと熱い思いが綴られていました。ギレルメさんは、僕が言わなかったら一生みんなこのままで、デビューしてから苦労する、嫌われてもいいからみんなに言おうと、と心境を振り返りました。そんなギレルメさんの思いに応える形でミーティングが行われ、初めて正直な気持ちを打ち明け合った G ファクションのメンバー、いつも笑顔だった出来すぎくんこと中村達弘も初めて涙を見せたといいます。個人ランキング1位で勝ち上がり、歌もダンスも完璧でいなきゃとプレッシャーと戦ってきた達弘さん、それまでメンバーに弱い自分を見せきれていなかった、考えすぎてダメな方向に行っていたところをみんなに救われましたと感謝の気持ちを語ります。実力者揃いゆえに個々のプライドも高く、なかなかチーム力を発揮できなかった G ファクション。ミーティングをきっかけに互いにアドバイスを求めたり、遠慮なく意見をぶつけ合い、グループとしての意識が生まれ始めました。
アキラ、男性部門プロデューサーは、中間発表より、魂をぶつけてやろうという勢いがプラスされたと評価。さらに、ダンス初心者のギレルメさんには、このグループに入れるのは、僕たちにとっても結構な挑戦だったけど、しっかり答えてくれた。ダンスを初めて2ヶ月とは感じないグルーヴ、ラップも最高だったと称賛しました。4次審査で G ファクションは脱落してしまったものの、ギレルメさんには大きな財産となりました。みんなとパフォーマンスできたことは僕にとってとても誇りですとコメント。歌で見せるクルーナーズとして武道館への切符を手に入れ、見事にパフォーマンスされました。第2章ではウルフハウルハーモニーとして奮闘しているギレルメさん、どんな困難にも立ち向かっていくギレルメさんの前向きな姿勢を応援し続けたいです。